止まってる動いてないみたいなコメントが永遠に流れて、自分全然動いてんの、なんじゃこりゃと思ってみんな何と思って、え、マジで全然自分側一個も問題ないんだけど、電波が悪いって感じないんだけど、なんで、いや一人で喋ってない、だってコメント欄でさループしてるみたいなめっちゃ来るからさ、もう無だよもう顔が、え動いてるんですけどみたいな、そうなの、なんかわかんないけどさ全然電波いいんだけど、もうこう半目とかはいいんですけど、どうでもちょっとどうでもいいんですけど、 ありがとうございます。うん、マジでね電波が悪いって言うけど電波ね悪くないんやと思う、なんか調子悪いショールーム、うん、だからそうそう復活したかどうかもコメント欄で見えたとか来たから、あ見えとるんやみたいな、なんでなんやろ、そうなの、無になってたもん、えなんでや、ありがとうございます、もう白目で止まるとか半目で止まるとかもうどうでもいい、もううるさいうるさいんだけど知らんがなもうおこなんだけどこのコメント、もうどうでもいい、本当にほんまに半目で止まったよって何の報告なん、止まってないんだってこっちは一個も止まってないの、どこまで話しとったか忘れちゃった、久しぶりのおこ、いやいやよく怒ってる、でも最近怒るね元気がもう一個もなかったの本当にもうねなんていうの、悲しみが勝つ、やっぱ怒りはねエネルギーがないとね、うん、難しいですからね、ジゼル二幕の話、二幕うんとね何話してたっけ、二幕の話、まあバレエのジゼル、ぜひ皆さん、いや私はね結構ね、まあなんか、まあ、バレエを見たことない人はちょっとあれかもしれないんですけど、わかんないよってかもしれないんですけど、作品が面白いので私はすごくね好きなのでね、おすすめです、バレエ経験者なら誰でも知ってるストーリー、どうなんだろう、わかんない、まあなんかバレエを習ってる年数とかにもよると思うんですけど、どれぐらいこうなんかいろいろ作品やったことあるかとかにもよると思うんですけどね、うん、なんかさ私もバレエ結構やってたんですけど、全作品をしたわけじゃないから、有名、あ知名度的な、有名な作品だよバレエ界で、うんうん、
なんかわかんない、バレエで有名な作品がもうもはやわかんないんだけど、あんまり私の中では結構有名。白鳥の湖？まあ確かにね、あれでしょ？てテルル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 くるみ割り人形ね。てってて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 、くるみ割り人形はやったことありますよ。あの昔なんですけど。てて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 てん。くるみ割り人形って半分ぐらい夢のお話だよ。どんなストーリーか、なんかクリスマスの日に子供がパーティー、子供のなんかパーティーがあって、子供がなんかくるみ割り人形をもらうの。くるみ割り人形となんか寝るんだけど一緒に、そしたら夢を見るので、なんかその夢が結構長いんだけど、なんか戦う夢みたいなの見て、それがいっぱい出てくるの。なんか説明むずいんだけど、そう、夢の話みたいな、夢の中の話みたいな。なんかくるみ割り人形が夢の中に登場するので、なんか王子様になるの。戦って王子様になって、でなんかお菓子の国に連れてってくれるみたいな、そんなストーリーだったはず。ね、なんか知らんかったらびっくりよね。そうそう、コンペイトーとか、なんかいろんなね、なんかお菓子の国に行って、なんかそう、コンペイトーが踊ったりするの。コンペイトーが踊るっていうか、コンペイトーの姓の踊りみたいなのがあったりするの。夢落ち、最後は、あ、夢でした。なんか最後は目覚めて、その主人公のクララが目覚めて、で夢でした。ハッピーエンド、ハッピーエンドなんじゃない、なんかハッピーエンドっていうか、あ、夢でしたみたいな話だったと思うんだけど、きっとそう。え、ほんとほんと、なんか子供たち、こうパーティーやってて、大人がねクリスマスプレゼントを子供に用意してるんですよ。でくるみ割り人形のその主人公はクララっていう少女なんですけど、であのみんなにクリスマスプレゼントをあげるんですけど、クララのおじさんが、そのおじがくるみ割り人形をねプレゼントするんですよ。でそしたら周りの子供はみんな、なんだこれみたいな感じで、なんかこんなのいらねえみたいな反応するんですよ。でもその中でクララだけがすごい素敵ってなって、そのくるみ割り人形を気に入るんですよ。でこう嬉しい嬉しいって、まあいっぱい踊るのが最初のシーンなんですけど、そうそう、でそれで、あの夢を見るんですね。あのその日の夜に寝て夢を見るんですよ。でその中でくるみ割り人形が登場するんですよ。普通に人間みたいな感じで出てきて、でなんか夢の中で戦ってクララを助けてくれて、でなんかお菓子の国に招待してくれる、なんかすごいファンタジーな物語ですね。今さ口で説明してたらすごいファンタジーな物語だなって思った。くるみ割りって何か、え、くるみ割る人形、なんかさコーンって、見たことないですか？なんか口がさってなってる人形。クララ女の子。私が考えた話じゃないです。そういうストーリーです。
くるみ割る人形だよ。そうだよ、だからくるみ割り人形なんだよ。実在するか、え、実在っていうか、そういう置物があるんじゃない、ないのかな。あるよね多分。そうそう、口にそうくるみはめて割るやつ、割るなんか人形があるの。ハイジ、ハイジって誰？ハイジは出てこないけど、クララはあのハイジとクララのあのハイジじゃないです。ハイジはいません。名前が一緒なだけか、クララ。ハイジはいませんよ。ありがとうございます。マイキューにプレゼントできる？え、くるみ割り人形？もらったことないな。もらったことない。持ってないよ私。くるみ割り人形？可愛いよね。でもインテリアとして可愛くない？結構。あれ、可愛い。怖いかな？そうかな？くるみ割り人形は結構むずいです、話が。なんかありがとう。ありがとう。多分白鳥も有名だけど、白鳥の物語をあんまり知らんって人もいっぱいいそう。白鳥の湖ね。あれも悲しい物語だから、あれはバッドエンドだね。音楽だけ知ってる、有名だもんね。そうだよね、うん、黒鳥ね、いるいる。白鳥と黒鳥がウリ二つなんだよ。全然ウリ二つに見えないけど、ウリ二つなんだよ。あのさ、王子が騙されるのよ黒鳥に。ブラックスワン映画あったよね。そうだよね、バッドエンド。あれはでもね、白鳥と黒鳥が出てくるんだけどね、どっちもね同じ人がやるの、主人公。だから一幕は白鳥で出てみたいな、二幕は黒鳥で出てって感じで、衣装着替えて出るんですよ。まあウリ二つですよね。そう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 、主役の人が2人いるわけじゃなくって、白鳥も黒鳥も同じ人が演じるんですよ。同時出演、そうだからさ、同時出演する時があるんですけど、1回だけ。その時は黒鳥が主役で、白鳥が窓の外らへんから悲しそうに見つめてるみたいなシーンが一回だけあって、そこのシーンは白鳥は別の人がやってるっていう。そうそう、それ以外は全部主人公の主役の人がやる。そうそう、透明からだから。
白鳥はなんかあれなんだよ、呪いみたいな感じで鳥の姿に変えられてんの、白鳥に。で、なんかでもなんか愛を誓う、そんな人が現れたら自分は戻れるみたいな。で、王子様がその白鳥に出会って恋をして、じゃあ愛を誓うってなるんですよ。けど黒鳥に出会って、黒鳥は白鳥と瓜二つなんです。で、黒鳥は王子様を誘惑するんですよ。で、騙されるんです。で、黒鳥に愛を誓ってしまうんです。で、それを白鳥は眺めてて、もう「てんてれれれれん、悲しい悲しい、てんててれれれれん、黒鳥はははは、ざまみたな」みたいな感じで、そういうシーンがあるんですよ。本当にあざ笑うみたいな。で、騙されたなーみたいな、黒鳥でしたーみたいな。テンテレレレレはいっぱい出てくるの。曲はね、1箇所しか出てこないとかじゃなくて、いっぱい出てくるの。最後も出てくるし、最後転調するんだよ。やばいね。で、最後また白鳥もに会って、で、白鳥はもう戻れずに、もう連れ去られて終わり。もうさようなら。悲しい。簡単に説明したけどさ、もうちょっと多分いろいろあるんだけど、私、したことない、白鳥はさ、したことないんだけどさ、いっぱいなんか DVD とか見るからさ、そのなんかもう本当にバレエめっちゃ好きだったから DVD めっちゃ見てたの。だからなんかやってなくても知ってるみたいなのはいっぱいあるか。したことない。なんかね、バレエ教室とかだと子供が多いじゃないですか。で、白鳥の湖とかって結構大人な演目なんですよ。あと「ロミオとジュリエット」とか、そういうなんかちょっと大人な演目って結構むずくって、だから「くるみ割り人形」とかって結構バレエ教室は通る世界なのかなと思うんですけど、だから子供がいっぱい出てくる作品とか。子供がやりやすい作品とか、なんかお姉さんチームがいっぱいいないとできないような作品とか、なんか結構ね、難しい作品はいっぱいあって、まあやるとこはやると思うんですけど、なんかそう、ちょっと小学生がいっぱいいたりしたら結構厳しいんじゃない？わかんないけど。とかちょっとバッドエンドすぎるとか。映画「ブラックスワン」私ね、見たことないの。あれさ、なんか R 指定ついてる、ちょっとなんか大人っていうかさ、なんていうん、ちょっとグロかったりするのかな、なんか何歳以上みたいなやつあるよね。面白い「ブラックスワン」、わかんない、グロいのかな、ちょっと血出るのかな。見ちゃダメ。なんで？ ダメなの？神経？え？針？え、怖いな、ちょっと。これ、転調したらすごいんですから。もう本当にすごいんですから。もう最後のクライマックス。でれれれ、あ、ちょっと転調できんわ。 すごいの、なんか転調した後ね、もう本当に壮大な音楽になるの、本当に。もう 聞いてほしい。 ハートありがとう。最後らへん転調するの。
ありがとうございます。ジゼルはね、私はね、完全なバッドエンドなのかなとのはちょっと思いますけどね。なんかハッピーではないけどバッドすぎないんじゃないかなとは思う。バッドエンド寄りだとは思うんだけど。ありがとう。うん、なんかジゼルが亡くなってるからバッドなのかなとは思うんですけど。私ね、ロミオとジュリエットバッドエンドだとあんま思わないんですよ。私の感覚はあんまバッドエンドだと思わないんですよ。最後2人とも亡くなっちゃうけど、なんか最終的にあバッドエンドなのかな。バッドエンドだけど、でもさ、なんかなんかね、なんかあのあれ、やっぱバッドエンド、バッドエンドなの？あれ、なんかさ、バッドエンドだけどさ、なんかいろんな、そう、受け取り方次第ではバッドエン、もう超バッドエンドではないんじゃないかなと思う。二人の永遠、愛は永遠、うん、そんな感じのなんか受け取り方するから私は。ジゼルもそう、死後で愛する人を守るみたいな感じだから、完全なバッドエンドなのかなっては思うけどね。一緒にじゃなくて片方が先にいて、それを追いかけて、そうよ、ロミオとジュリエット、いいですね。私一度見に行ったんですよ。いつだったかな、高校生中学生忘れたんですけどね、 K バレエカンパニーのロミオとジュリエットを見に行ったんです。もうなんかバレエは実際に生で見るのも本当に、もうなんかこの実際にこうオーケストラの人が演奏してて、それに合わせてそうバレエの方が踊るの、本当にね、てん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 、これあのロミジュリで流れるんですよ。58分、やばいやばい、なんかさ、すごいバレエのこと語ってたら時間がやばいやばいやばい、すいません皆さん。うん、だいたいバレエ生演奏だよ。ちょっと15秒。こにゃまるさん、あさかさん、きよじさん、とそがれさん、きなぺこさん、ためですさん、どこよさん、福太郎さん、くまねパパさん、考えなしさん、マイマミーさん、ガンバレットさん、東京のサンさん、1位はドロロロロッドドン、福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました。すいませんね、もう私と何の話だって感じだったかもしれないんですけど、あ、おやすみなさい。明日も頑張りましょう。明日月曜日か。おやすみなさいまし。信じらない。月曜日。おやすみ。また明日。
またね、おやすみ。明日も頑張ろう。グッナイ。寝ましょう。